DD16 系ディーゼル機関車は1971年に登場した日本国有鉄道の小型液体式ディーゼル機関車である。当時、国鉄はディーゼル機関車による無塩化を進めていた。しかし、軌道構造の弱いローカル線では軸重が12トンに制限されているので DD13 型やで10型は入線できないか。 たとえ入線できても大幅な速度制限を受けたため、蒸気機関車の C12 型や C56 型が依然として運用される結果になった。そこで、これらの線区に残存した蒸気機関車の置き換え用として、簡易線向け設計の DD16 型が開発されることになった。1971年から1975年にかけて国鉄長野工場、日本車両製造、 川崎重工業大阪工場で65両が製造された。DT113H 型台車車体は、手重型をさらに短くしたような突型の外観をしている。エンジンを搭載する側のボンネットが長く、運転室が中心からずれたセミセンターキャブのデザインとし、車体や台車等の軽量化によって、運転整備重量48トンを実現している。 車両の一端に大型のエンジンを乗せているが、その反対側に重量物を設置してバランスを取ることができないため、運転室を車端に寄せるとともにその床下に燃料タンクを配置し、短い方のボンネットの中は、機器室として機関予熱器、蓄電池箱、制御機箱などを収めて、軸重不均衡への対策としている。台車は、 DD13 型85号以降で用いられた DT113 を軽量化した DT113H を採用した。エンジンは出力不足の初期部長が相次いだ DD51K1 から19号機に搭載されていたエンジンを乗せ替えて余った強幅クランク軸受けの DML61S 機関の出力を 1000PS から 800PS に落とした上で再活用。 または、DD51K25 機以降と同じ、インタークーラー付けの DML61Z 機関の出力を 1100PS から 800PS に落とした上で搭載している。液体変速機は、DD51 型と同じ DW2A であるが、使用線区の最高速度等の面から、減速比を大きくして搭載した。DW2A は、出力軸を位方向。 または2方向に出すことが選択可能な設計で、DD51 型ではこのうち1軸を使用し1台車を駆動、本形式では2軸を使用し2台車を駆動する。なお、本形式開発担当者によれば、DD51 系の改造による余剰発生品の DML61S 機関を本形式に流用することを指示したのは、ディーゼル車両の技術者で後に、 JR 九州初大社長となる石井ゆ孝である。なお、投入路線の輸送規模や運用形態も関案して、非重連仕様とされ、簡易線の旅客列車は、機動車に置き換えられていたことから基本的には、旅客列車での使用は考慮せず、列車暖房用蒸気発生装置も搭載されていない。空気ブレーキ装置は、セルフラップ式で、手重型と、ほとんど同じであるが、 非重連携であるので、重連用の機器を取り外して使用している。2機ある、運転席は、で、0型をモデルとした左側マスコンハンドル、右側ブレーキハンドルの操作系であるが、ローカル線での長時間運行も考慮して、操作宅左側が途中から45度手前に、 折れ曲がった順 L 字型の本線入れ替え接中型とも、言える運転台を採用し、乗務員が前方を向きやすいような配慮がなされている。この DD16 系の設計上の特色は、搭載されている機器が DD51 DD 系、DD13 型、デ d 1ー系等と同一のものか、もしくは使用されているものを多少改造して搭載しており、DD16 系専用に開発されたものがほとんど、 ないことである。これは既存の使用実績のある機器を採用することによって製造費の低減化や部品共通化、保守共通化による保守費の抑制を目論むとともに現場へ導入をもし安くしたものである鹿児島運転所の62号機1971年から1974年にかけて65両が製造された。製造は7時にわたり、 その都度各部にモデルチェンジが行われている。日本全国に配置されたため、DD51 型屋で重軽同様に管地向け、団地向けで使用に相違点がある。1号機と2号機は国鉄長野工場で製造されたが、国鉄工場で機関車が製造されるのは実に30年ぶりで、戦後初、ディーゼル機関車としては初めてのことであった。運転整備重量は50トンである。 昭和46年度第3次債務車の11号機以降は、設計変更により運転整備重量が48トンで、落成した。昭和48年度第1次債務車の25号機以降は、車両番号表記が切り抜き文字からナンバープレートに変更された。11号機のみが現存する。 大糸線で運用される303号機1979年から1983年にかけて飯山線及び大糸線用として2.54.13号の4両が両端に脱着式の単線用ラッセル式除雪ヘッドを取り付け可能なタイプに改造され、それぞれ301から304号として300番台に区分された。ラッセルヘッドは DD15 系のように ラッセル装置を機関車本体に取り付けると軸重が課題となり、また、で15系の着脱式、ラッセルヘッドも軸重が13トンと簡易線、乗り入れ規格を上回っていたため、ラッセル車、機100型を近代化させたような新設計のボギー式、ラッセルヘッド車両を別途製作し、これを機関車本体の前後に連結する方式を採用した。これにより、全長は、 約36メートルにも達する。なお、300番台への改造に際し、ラッセルヘッドから機関車本体を遠隔制御するための改造も合わせて行われ、車端部に制御回路を引き通すジャンパ線が増設された。この300番台は、用途の特殊性から2009年4月1日時点では4両、すべてが現存していたが、301は2010年8月19日付で、 302は2009年7月1日付で、それぞれ廃車。303は2009年11月25日付で、機関車本体のみ、八戸臨海鉄道に転籍した。最後まで現存したのは、富山地域鉄道部富山運転センター所属の304号機であった。304号機は、単線仕様であり、複線化した線路を除雪することはできない。そのため、 大井戸線糸井川駅南小谷駅間の除雪を担当している。前日の気象情報で降雪予報が発表されると糸井川駅南小谷駅間の 35.3km を1往復運転していた。304号機は2015年をもって廃車となり、同年8月に津山学びの鉄道館に収蔵された。投入時は C12 系。 C11 型や C56 型を置き換えて地方ローカル線の無縁化に貢献したが、1970年代後半から国鉄ではローカル線の貨物輸送廃止を推し進めたため、次第に使用線区も減少していった。そして1984年代や改正以降から本形式しか入線できない簡易線規格のローカル線の多くが廃線。 第三セクター鉄道への転換となったため、用途を失ってしまった。また、入れ替えなどについても、軽軸重仕様が、あだとなって、入れ替え用機関車と比較すると空転しやすい上に、操車場自体の縮小及び廃止が進められたため、他のディーゼル機関車と同様に大半の車両が、国鉄分割民営化前に寿命を残したまま廃車となった。ただ晩年は、 星南線のトロッコ列車、清流ながら、豪など、臨時列車での運用実績もあった。JR への承継は、北海道旅客鉄道1両、東日本旅客鉄道4両、西日本旅客鉄道3両、九州旅客鉄道2両の重量のみであった。なお一部、無車席の入れ替え動車となった車両もある。2020年4月現在、車席のある車両は、 JR 東日本長野総合車両センター所属の11号機のみ、工事列車や臨時列車の牽引に使用されているが、近年は稼働率が低下している。2019年10月5日から10月6日には臨時列車飯山線開通90周年号の牽引を行った。JR 九州小倉総合車両センターで43号機が、 工場内の入れ替え動車として使用されていたが、2018年に解体され消滅。車席はなかった。以前は42号機も使用されていたが、こちらはデジュー型に置き換えられた。大宮総合車両センターで使われていた36号機、JR 東日本大宮総合車両センターで20号機と36号機が工場内の入れ替え動車として使用されていたが、 20号機は、後術のように、台湾高速鉄道へ譲渡され、36号機は、減損しない。塗装は、国鉄色の大色を青に変更したような色で、あった。車席は抹消されており、本線上を走行することはできない、工場内専用の機械扱いであった。なお、二両ともたびたび塗色が変更されており、以前は、北斗製色や、 夢空間に色だったことがある。台湾で建設が進められていた台湾高速鉄道の工事及び演奏総合車両工場での入れ替え用として、上記の大宮総合車両センターで使用されていた20号機が車両番号を変更されることなく上とされ、使用されている。機関は標準機に改め機され、車両牽引のため中間連結機を常時装備している。塗装は、 国鉄色に変更されているが、で10と同様に、ボンネット側面に白帯が回っている。鉄道総合技術研究所では、国立研究所内で実験、試験を実施する際の車両移動用入れ替え機として7号機が使用されていた。綺麗な状態に整備されており、毎年10月に地元と共同で開催される平米祭りで公開されることもあった。2012年に、 若狭鉄道に譲渡された。2009年に JR 東日本長野総合車両センターに所属していた303号機が譲渡され、車号も変更されることなく貨物列車牽員に使用されている。2012年に鉄道総合技術研究所より7号機が譲渡され、陸送により若狭駅構内に搬入された。同所に保存されている蒸気機関車、 C12167 と共に地域振興の目玉として位置づけられている。走行可能な状態に整備されており、イベント時や運転体験開催時に駅構内を走行することがある。当社には DML61Z 機関とインタークーラーが搭載されている写真がある。日本製紙岩国工場 DD521 入れ替えようとして、 DD16 系の同系機を使用している工場や専用線が存在する。電気化学工業 DS-6。ありがとうございます。